平野のしと岸優太冠番組でのイライラが話題。メンバーの不満が募る理由。日本テレビ系のキング・アンド・スの冠番組、キング・アンド・スルの3月11日の放送会では新コーナー人生で一度はやりたい男のロマンがスタートし高橋山の希望で鎌倉作りに挑戦しました。 高橋によって鎌倉作りに巻き込まれたのは、岸優太と平野市用でした。スキー場でウィンタースポーツを楽しむ予定だった岸と平野のテンションは非常に低く、平野は、なんで俺と岸くんが来たのと不満を口にしました。すると高橋は、一人でもいいけど、みんなで作った方が楽しいじゃん。と言いましたが平野はお前はね。と不満を爆発させてしまいました。 一方、初めて鎌倉作りに挑戦する高橋は、城みたいな鎌倉が作りたい、と明かすと、岸も舐めてんな、と指摘しました。この三人は地元のネイチャーガイドの協力を得て、ブロック状に切り出した雪を使用して半球状の鎌倉を作ることになりました。 筋力自慢の騎士と平野は雪を掘り、雪専用のノコギリであるスノーソーを使ってブロックを切り出していきましたが、ブロックを持ち上げる作業は非常に大変でした。普段は温厚な騎士も、ああ、全然面白くない、と叫び珍しくご機嫌を損ねていました。ブロックをそりで運ぶ作業も雑になり始め、きついと嘆いていましたが、ネイチャーガイドから、 もうちょっと厚いブロックが欲しい、と要求され、陰で、ちょっとムカつきました、と不満をローラしていました。さらに、分厚いブロックを頑張って切り出した後、ネイチャーガイドからは逆に、ちょっと怖すぎるかもしれない、と言われると、騎士はがっかりし、平野も手袋を何度も雪に投げつけて、イライラがピークに達しました。 その後、最新のスノーアクティビティを楽しんだり、鎌倉の中で鍋を楽しんだりしながら、無事に鎌倉が完成しました。平野は、あんまり乗り気じゃなかったけど、信じられないくらいテンションが上がってる、と感動し、騎士も、ちょっと腐りかけてたんですけど、形になっていく様子を見ると隠しきれない感情が出てきちゃうんですよ、とコメントしました。 この放送に対してネット上では、鎌倉最高だね。鎌倉作りの大変さが分かったけどみんなで作り上げた鎌倉は立派だったな。鎌倉の完成度の高さにも中から手を振る三人の可愛さにも感動したといった声が寄せられています。今後も情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。